後でいい？もうちょっと忙しいからね。後でね。テスト勉強中だから一人遊んで。バービー、おはようございます。もう夜よ、マリちゃんの寝ないと私たち喋れないものね。そうだよな、バービー。ねえねえ、聞いた？バービー、やっと夜になってよかったね。会いたかったよ。ねえ、聞いてる？バービー、大好き。会いたかったよ。どの話を聞きなさい。ごめんなさい。話って何？バービー、マリちゃん、明日誕生日なのに家族のみんなに忘れられてるみたいなの。バービー、かわいそうよね。かわいそう、バービー。出した出した。マリちゃんのお誕生日を私たちでお祝いしたらどうかしら。そうだね、バービー。いいね、いいね。賛成、バービー。やろうやろう。でも、どうやって、バービー。いいよ、私たちドールだよ。誰もできないよ。そうだわ、友達のパーティープランナーのあの子に聞いてみよう。おお、いいね、バービー。いいね。はい、久しぶりね。カクカクシカシカ、カクカクシカシカでこういうことなのよ。今すぐ来てくれる？ありがとう、待ってるね。あれ、バービー、マリコ？私たちでお祝いしてあげたいの。パーティーしに来たんじゃないの？
だからこの子のお誕生日のパーティーをプランしてほしいのよ。そうですよ、そういうこと。パーティーのことなら私たちに任せて。ありがとう、バービー。ありがとう、サンキュー。手伝うからね。うん、イエーイ。
ちゃんはちゃんとパンダメイクだよ。目の周りかわいい。ほんとなんかすごいみんなかわいいよね、目とかが。鼻の中にちょんってやるのめちゃくちゃかわいいね。え、なになに、関節が曲がる。え、あ、すべての関節曲がるじゃん。見て見て、これ見て、手首と肘とか肩とかもすごい、膝とかも動くんだよこれ。え、どんなポーズでも撮れるこれ。足ポーズかわいい。あ、見てー、
ハートだね。ハート、お、赤だ。え、なんかジャージっぽい。ジャージっすか。ほら、ジャージっぽい服。じゃじゃーん。かわいい。ね、かわいいよね。かわいくない。赤と黒がテーマだよね。なんか泣けた。クールを表現しています。見てみて、ここの部分をペッてやって、このペットを置いたらペットのベッドになります。おお、やってみよう。ほんとだ、見てみて、すごい。ユッもやってみよう。すごいね、ペットのベッド。ふわふわで気持ちよさそう。見て、私もこのベッドで寝てみたい。ね、寝てみたいよね。寝てみたい、寝てみたい。かわいい。あね、マリー、ブラシにスポンジついてたの覚えてる？あ、これ。さ、メイクタイムだよ。おお。え、お湯と氷ね。あ、スポンジでメイクしてみよう。オッケー。お湯から行こう。ぬるま湯で顔をポンポンすると、お、見て、ちょっと消えてる。ここの下のラインが細くなりました。消えてる。次は鼻。冷やします。はい、おしこし、おー、戻りました。ほんとだ、メイク復活。メイク復活。はい、次は目。おー、太くなってってる。ほんとだ、アイラインが濃い。おー、え、すごい濃くなってる。ペットも変わりますよ。見て、すごい。メイクしてる、メイク。メイクだね。オッケー。出た。すごい。おやすみ。おやすみ。かわいい。はい。ということで、今日は新発売のキュートアップ着ぐるみバービー、うさぎ、犬、パンダを遊んでみました。もういろんなポーズができてとても楽しいです。だよね。あと、触り心地がね、すごいふわふわしてるからね。キュートアップ着ぐるみバービー、うさぎ、犬、パンダの詳細情報は